聞いてください。サイン。披露した曲はサインという松下レオナのオリジナルソングになります。いかがでしたか？ありがとうございます。見えてる？みんな大丈夫？今日は雨なんですけど、残念、本当に残念なんですけど、みんな寒くないですか？大丈夫ですか？寒いの？大丈夫？ごめんなさいね。あの歌で盛り上げるんで、みんな盛り上がってくれたらいいなと思います。準備はいいですか？足りない？いいですか？はい、ありがとうございます。ここからはしっとりした曲になるんですけど冷ましてから温めるって感じで、ここからはギターになりますので、私はアニソンシンガーを目指して今頑張って活動してるんですけど、アニソンシンガー目指してるので、ここからはアニソン多めになりますが、みんな知ってる曲が多いんじゃないかなと思います。聴いてください。相思相愛。私はあなたにはなれない、なれない。ずっと遠くから見てる、見てるだけで。
ドライフラワー。声も顔も。
月明かりに魔物が揺れる。きっと私もどうかしてる。暗闇に色彩が浮かぶ。赤き藍色が胸の奥、ずっとあなたの名前を呼ぶ。好きという気持ちまた香る。星座になれたら。もうすぐ時計は6時、もうそこに一番星。影を踏んで夜に紛れたくなる帰り道。どんなに探してみても一つしかない星。何億光年離れたところからあんなに輝く。時計は8時、夜空に満天の星。何億光年離れたところにはもうないかもしれない。月が綺麗で泣きそうになるのはいつの日にか別れが来るから。君
次からはね盛り上がる曲だからみんなね寒そうなので行きますね。アゲイン。ここからは先ほど19時から加藤由依さんが披露されていて、その中でコラボさせていただいたんですけど、その時はなんとそばかすを一緒にコラボさせていただいたんですけど、今回も
コラボの時間がやってまいりました。やったー。この雨の中加藤さんの、ね、ファンの方待っててくれてありがとうございます。じゃあお呼びしようかな。加藤さん、お邪魔します。嬉しい。さっきの加藤さんの出番からいたよって方、わあすごい、たくさん残ってくれてありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。今回はね、私も初めての、加藤さんも初めてのことかな、うんうん、あそっか初めてなんだ。えそっか、あ違う、あええ何が違う、あの挑戦をしたんだよね。そうだそうだそう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 です。そう、今日は2人とも初めての挑戦をしたんですけど、はい、いやはい、はい、ハモリに挑戦しました。次の曲はわどうでしたか。大丈夫かな。ねえ、なんかこの間一緒にリハーサルをねスタジオでさせていただいたんだけど、その時もう初めましての状態だったんだけど、もうすごいね、息ぴったしだったよね。うんうん、めっちゃいい感じになったなと思って不安だったんですけど、そう加藤さんがもう、うんうん、こうしたらいいんじゃないかなとかそういうのをね、うんうん、言ってくれたので、言ったっけ、そうなんかここあしたいなとか言ってくれたから、うんうん、いい感じになりそうだなって思ってます。ハードル上げちゃってませんか。ちょっとドキドキなんですけど。ドキドキだね、はい、じゃあ早速いきますか。いきましょう。よし、じゃあ聴いてください。ライオン。
楽しかったけどハモリがあるとなんかね、うん、楽しい、ね、楽しかった。いい感じだったのではないでしょうか。 ね、 ね、いい感じだった、ね、ありがとうございます。初挑戦ね、初挑戦。かとゆいちゃんのファンの方もね、喜んでそう。喜んでそう。喜んでるかな。よかった。また何かね、あったら一緒にライブをやりたい。またぜひお願いします。お願いします。またね、なんか機会があればいいな。ね、うん、あ、撮ってもらおう。あ、本当だ。あ、カメラタイム。ありがとうございます。ありがとうございます。かとゆいちゃんでした。かとゆいでした。ありがとうございます。ありがとうございました。やんだやんだの、これ雨傘さしてる人。あ、通りすがりの人もありがとうございます。よかったら見てってください。では聞いてください。クロッシングフィールド。
次が最後の曲になります。ありがとう。ですね、ここで告知をさせてください。9月の29日にちょっと遠いんですけど、仙台の方でライブをさせていただくことが決まりました。仙台ではですね、なんかお祭りみたいな感じでいろいろカレーが食べられたりとかするみたいなので、ちょっとよかったら遊びに来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。詳しくはホームページなどご覧になっていただければと思います。で、次が最後の曲なんですけども、次は私松下レオナのオリジナル曲になりますので、みんなたくさん撮って拡散してください。ではいいかな、準備の方は。それでは最後の曲聴いてください。さよなら。涙になった、溢れた記憶の
とうございました。